で、オープン AI の終わりの始まりと。終わり。お何があったんですお、か、オーなんプンですか。で AI。ね、YouTube でこんなんがあった。オープン AI seems like it's imploding。imploding ってね、ガチャンと中に落ちるという意味でしょ。だから、オープン AI 今、潰れかけだと。どういうこそれとですかか。ね、こんなんもあるよ。ゲームオーバーっていうのもあって。はっきりですね。で、これ、どういうことかって言いますとですね、オープン AI はね、今、重大な内部問題に直面しとると。でね、とっくにね、びっくりしたのが、ゲームオーバー、グレッグ・ブロックマン and others leave open AI と。で、グレッグ・ブロックマンって、プレジデントじゃないですか。で、彼がね、実は、辞めたんじゃないんですよ。この年末まで休暇を取ると。と言っ年たわ末け。まで。と言ったんですよ。で、それに対する見方が二つあって、これは、やんわりとやめるという意味だと。で、今いきなりやめるというと、角が立つから、まあ、休暇としといて、で、年末に、はい、戻りませんよという意味だという解釈と、いやいや、これは本当に疲れた果てたから、休暇を取るんじゃないかという、まあ、二つの見方があるということですわ。で、まずね、話の、筋は、まあ、これ皆さんもご存知と思うが、去年の11月にサム・アルトマンの解任事件があったわけね。で、その時の取締役会のメンバーがイリア・サスケバーとグレッグ・ブロックマン、今のね、プレジデントですよ。それからヘレン・トナー、で、ターシャ・マコーリー、デビッド・ディアンジェルと。で、サム・アルトマンですが、このサム・アルトマンとこのグレッグ・ブロックマンが、まあ、その知らされない。で、残りの4人で、会議をやって、で、クビだと。で、イリア・サスケバーが、それぞれね、サム・アルトマンに、通知をし、かつブロックマンにも通知。で、ブロックマンはクビじゃないけど、議長解任だと。で、それでブロックマンが怒って、そんなら俺も辞めるということになったわけですね。だから、アルトマンの解任に反対したのは唯一そのグレッグ・ブロックマンなわけですよ。まあ反対も何も反対できなかったんだけどね。後で反対の意思を表明したわけ。で、まあまあそういう事件があって、まあこれはどうなったか皆さんもご存知のように、まあ、大騒ぎしたあげく、オープン AI の700何十人人が、サム・アルトマンをクビにするならみんなも辞めるというようなことになって、結局は、退任、結局はですね、ヘレン・トナーが辞めて、タシャ・マコーリーも辞めて、で、イリア・サスケバは、まあ、これはね、クビだとか言いながら最後に、反省したみたいな変な立場で、でも最近辞めましたよね。で、今まで辞めた人が、こういう人がいるんだけど、2024年、今年の2月に、アンドレイ・カルパシート。まあ、これ結構有名な人ですよね。AI の先駆者。彼が、辞めたんですよ。から、24年の3月に、この開発者リレーションズ責任者、ローガン・キルパトリックが、Google に移ったと。で、その直後に、そのイリア・サスケバーも辞めたと。で、さらにここではね、ちょっとややこしい問題があってですね、辞めた人がオープン AI の悪口を言わないようにという約束してたというわけや。悪口を言ったら持ってる株を取り上げると。だから誹謗中傷禁止契約に署名させられてたから、まあ誰も何も言わなかったんだって。だけどそのことが明らかになってね、で、オープン AI を慌ててそれを取り消す。やめたわけですよ。例のね、アッシェンブレナー。アッシェンブレナーはこれクビになったんだけど、なんでクビになったかって言ったら、まあ内部情報を漏らしたからだと、まあ、いうことですよね。で、8月、今月ですね。で、ブロックマンが今言ったようにサバティカル、長期休暇を取ると。
で、さらにですね、共同創業者の一人、ジョン・シュルマンが AI アライメントに集中するという言い訳、言葉で、アンスロピック、競争相手に移った。からメタから移ってきた製品リーダーであるピーター・デンも退職。というわけでですね、非常にね、多くの幹部が続々と辞めてる。で、イリア・サスキバーをはじめとするやね、アライメントチームが辞めるのはわからないでもないわけやな。ところがね、このナインタブロックマンが、まあ、辞めるかどうかわからんにしろね、ね、半年も休むって、これ異常事態じゃないですかと。で、これに対して、まあ、いろんな憶測がなされている。で、オープン AI が1年以内に破産する可能性があるという噂があると。で、なぜかというと、運営コストが高いと。で、モデルの訓練に70億ドルかかって、人件費に15億ドルかかっとると。さらに、イーロン・マスクがね、一回訴えて、それを取り消して、また最近また訴え直せ。で、そういう訴訟を抱えとると。さらに言えば、あれもあるじゃないですか。ね、母の声を真似しさせたりと。訴訟ね。訴訟ね。訴訟。で、僕はね、それよりもね、もっとね、これは僕の推測ですよ。彼が、アッシェンブレナーがね、長大なエッセイの中で盛んにこういうこと言ってたんだけど、オープン AI をはじめとするやね、日本、あ、あの、米国の AI 企業は、そのセキュリティが甘すぎると。ね。だから、要するに AI の、まあ、ウェイトですね。こういうものが中国は盗みに来とると。で、これを、ね、銀の皿に乗っけて、秘密、アルゴリズムとかウェイトをね、差し出してるようなものだという批判をしたじゃないですか。だからセキュリティを強化せんといかんということをアッシェンブレナーが言うたわけじゃないですか。で、このアッシェンブレナーのこの、エッセイというかね、154ページの、164ページか、これ極めてね、大きな影響を持ったと思うわけ。これ前も言ったと思うが、トランプの、ブレインがですね、マンハッタン計画をやるって言い出したわけよ。で、これはアッシェンブレナーがね、マンハッタン計画をやれと言ったわけでしょ。だからきっとこの、この人はアッシェンブレナーがその話を聞いたんじゃないかと。で、さらに言えばですね、オープン AI が前のそのボードメンバーを辞めさせてですね、次々とボードメンバーを入れ替えてるわけやけど、特にちょっと前に入れたのが、元の財務省の長官ね、名前忘れたけど、これはどっかの大学の総長だった人。で、最近にその NSA の長官であった中曽根将軍と、この人は膨張の専門家ね、入れたと。でね、ごく最近にまたね、これは教授なんだけど、こういう膨張の専門家を入れたわけよ。だからね、オープン AI がね、非常にその、なんていうのかな、オープンなところから、オープン AI に対する批判はね、もともとオープンで始まったわけね。ところがね、だんだんクローズになってきて、儲け主義になったと。これがイーロン・マスクに批判でしょ。でね、まだね、儲け主義だったらまだね、いいわけや。これがね、要するに国家。で、できたものはね、まずね、国家に先に提供するとかね。それから NSA の長官を入れるとか、あるいはね、非常にね、きな臭いわけ。つまり、軍事。軍と、まあ、あるいはね、国と組む、軍と組むという動きに急速に変わってきたわけですよ。で、これは私の推測なんやけど、それに嫌気がさしたんではないかと思うわけよ。というのはね、グーグルが以前ね、グーグルは、軍事研究をやらないと最初は言ってたわけよ。Don't be evil。ね。ところがある時にね、軍事研究をやるってことになったわけよ。なら、グーグルの研究者がえらい反発して、事件があったわけよ。で、そこでグーグルがね、ちょっとね、方針を変えたわけですよ。ところが、オープン AI がね、もともとはね、
非常に、ね、理想的なことから始まり、で、次にはね、儲け主義に走ったっていうのがね、イデアサスケーバーの批判じゃないかと言われてんだけど、それよりむしろ軍事的な協力をするようにシフトしてきたと。つまり、まあ僕の言うと、きな臭くなってきたと。で、これで研究者の多くがね、嫌気さしてやめたんじゃないかと僕は思うと。日本なんかはね、非常にね、そういう軍事研究に対する、危機感が強いわけだけど、アメリカでも、やっぱり研究者あるわけよね。だから、アッシェンブレナーみたいなことを言う人は特殊な人で、ね、積極的にね、軍事研究やらんといかんみたいなこと言ってるわけでしょ。アッシェンブレナーって変な人でね、彼はね、危険性ってね、アライメント、アライメント、これが大切だとか言いながらよ、ね、スーパー、超知能作れとかね。で、これで軍事研究をやれって言ってるわけでしょ。だから、まあ、あの人の言うこともね、非常にね、僕は矛盾があると僕は思うんだけど、まあ、彼の中では矛盾がないんだろうけどね。という、まあ、そういう話ですが。だから、なるほど。ある意味だけど、それはあれですね。避けられない方向性だったという可能性はありますよね。AI の研究進むにつれて、やっぱりそのビジネスベースから、その国家プロジェクトへシフトしていくという話ですよね、今のはね。いやいや、重要性ということを考えると、そうなのかもしれないっていうで、のアッは。シェンブレナーは盛んにそれを言ってるわけ。日本はまあちょっと何歩も遅れてる感じはありますけども、アメリカから見ると、やっぱり国家の方に吸収していくっていう方向性は重要なんでしょうね。ただね、だ私けのど、ね、感想ですがね、アッシェンブレナーという人は、本来ドイツ人なんだけど、メンタリティは完璧にアメリカ人ね。ああ、そうですか。いや、今みたいな話。国家安全保障がね、至上命題だっていうのはアメリカの政府というかね、僕はアメリカの支配層と言っていいと思う。ああ、そうか、そうですね。支配層の今までね、ね、だって20世紀が始まって、それまではね、英国がの、帝国主義的な世界でしょ。で、第二次大戦を通じてですね、アメリカがのし上がってきて、英国を追い抜いたわけじゃないですか。で、特に第二次大戦以降は、アメリカが世界を、まあ、ある意味支配してるわけね。それがね、これから次の話する、なぜ西洋が、世界を支配してるかっていう、まあ、イアン・モリスの話につながるんだけど、まあまあ、ともかくね、要するに、アメリカ人というか、はっきり言えば、アメリカの支配層と言いましょう。ね。のメンタリティは、要するにアメリカが世界を支配するんだと。で、アッシェンブレナー盛んに中国がな、の、その、全体主義国家だって言ってるわけね。だから全体主義国家じゃなくて、民主主義国家が世界を支配すべきだって言ってんだけど、これね、中国が全体主義でアメリカが自由主義って、まあまあ民主主義って、まあそれはそうなんだけど、これね、中国対、西対東という見方。これが、これから後でするイアン・モリスの話なんだけどね。で、東が追いかけてくるわけじゃないですか。で、西が、ね、西洋が世界を支配してたわけじゃないですか。で、これの世界支配を覆そうとする。まあ、これ中国がやろうとしてるわけだけど、まあ、これはたまたま共産党を名乗っておる、ね、中国がやってんだから、ね、全体主義だからけしからんという言い方なんだけど、実はそれだけじゃなくてね、要するに東対西の戦いと、あるいははっきり言って白人対、白人対それ以外の戦いと言ってもいいんじゃないかって気がするわけよ。だからアメリカの支配層はね、もちろんオバマさんみたいに黒人、みたいな人が、まあ、なったことないし、今度のね、ハリスさんも、黒人とインド人の、愛の子ですよね。ですが、やっぱりメンタリティとしてはね、彼女もね、絶対ね、アメリカの支配層のメンタリティだと思うのよ。なるほだど。から、まあ、その白人か黒人かということじゃないんですよ。ね。そのアメリカ
まあ、こういう言い方するとね、反発する人も多いから、アメリカ帝国主義的思想の、そのメンタリティ。アッシェンブレナはそれにどっぷりハマっとると。だから僕はね、アッシェンブレナのペーパーに関して、最初の部分のね、2027年とか29年までにね、信頼が起こるよ、エイジやエーサーができるって、その部分はね、噛むんだけどね、その後のね、別に僕、中国を応援するつもりは全くないよ。ないけど、後のね、なんていうかな、ほとんどこう、パニックのようにですね、反中と言ってるわけね。で、だからこれがね、反独裁主義だって、そこは買うけどさ、でもそれは反白人だって、反西洋だって僕は思うけどね。そのオープン AI が今潰れそうだっていう話と、その軍事寄りになってるって話、それはどういう関係にあると思わ潰れれますそうっか？ていうのは2つの側面が、1つは経済的に難しいんじゃないかという話ね。お金がかかっとる。ちなみにアッシェンブレナはね、逆を言ってて、AI は儲かると。儲かるから投資しとるんだって。マイクロソフトなんかね。だから、オープン AI だと儲かるはずだって言ってるわけ。だけど、当面を見る限りね、当面を見る限り、コストがかかって、大変だ。この点が一つね、もう一つ潰れかけと僕が思うのは、有力なメンバーが続々と辞めていってるということだ。そね。れがなぜなんでしょうかいや、だね。からそれが僕の憶測では軍事にシフトしているからだと。しているからやめているってことですか。これは僕の憶測。一部ではマイクロソフトが割とオープン AI と距離を置き始めたみたいなのもどっかで読んだんですけど、違うかな？あるかもしれないね。じゃオープン AI は、あ、じゃあ、マイクロソフトは、まあ、ホロレンズとかでも軍事利用とかね、割と積極的にやってたんで、マイクロソフトはまあ確実にミリタリーとつながってると思うんですけど、マイクロソフトが入ってきたってことは、イコール軍事の方もやるってことだろうとは思ってたんですけど、最近また非軍事の方が、非ミリタリーの人たちがちょっと強くなってきたのかなと私はちょっと思ってたところがあって、いで、ちょっや、と非思っ軍たんで事すとおっしゃいますけどね、中曽根陸軍大使を呼ぶっていうのはどういうことや。まあそれはちょっと前じゃないですか。だからあの頃はそっちへ行ってたんだろうなっいや、て。ごく最近の話です、それは。あ、そうでしたっけ？なんとかさんは。いや、そうごくか。最近ですよ。じゃあやっぱりミリタリーの方にやっぱり寄りつつあるってことなんですかね。と思う。いや、これは僕の推測で、僕の推測で、アメリカの YouTuber は誰もそれは言わない。なんでって白人だから。そういうの感覚はちょっとわからないですけどね。結構ね、裏でいろんなことがうごめいてるというのがあるんでしょうから、その軍事系っていうのも多分裏で起こってることの一つなんかもしれませんけどね。もっと他にもいろいろあるんじゃないですか、きっと。いろんな人のいろんな思惑があって、ね、いろんな動きがあるんだと思いますけども。まあ全ては外からは見えないでしょうから、で、今後どうなっていくのかっていうのはちょっといろんな様子を見ながら心配していかないといけないとは思いますけど。どうでしょうね。まあ AI プロジェクトがその国家プロジェクトに吸収されていくっていうのはまあ当然ありえますし、まあそうですよ中ね。国はまあほぼニアリーイコールで進んでるような気がしますけども、アメリカもそういう体制にしないとなかなかあれじゃないですか。そのアッシェン・ブレナーが言うように、その AI 開発の危機と全部中国に持っていかれてしまうというところがあるんだから、それはしゃあないといやしゃあないんかなと思うんですけどね。松田先生はそれにはあまりよくは思ってないっていう感じなんでしょうかね。僕は、でオープンね、でやるべきだっていう感じですか？いや、オープンでというより、オープンでなくてもいいから、儲け主義でもいいから、あんまりね、きな臭くなってほしくないなって。で、カーツワイルなんかの本を読むとね、彼はものすごくオプティミスティックだね。いや、シンギュラリティが来たらいいことばっかりあるって。だからそんなね、アッシェンブレナーに言うてるようなことは、おくびにも出してないよね。そうか。まあちょっと、
そういう点注意しながらちょっと注目していったら、なんそうかです今後のね。動きも見やすく、読みやすくなるんじゃないかと思います。だからそういうことを心の隅に留めておけば。そうですね。はい。じゃあ、これはこういうところで。